こんにちは、ひらや2015です。我が家は Vlog でよく食卓シーンを撮っているのですが、視聴者様から食器の収納を良ければ見せてくださいとありましたので、今日はそちら撮っていきたいと思います。食器とあと合わせてキッチンツアーしたいと思います。こちらキッチン背面に収納があります。これは建築士さん設計で、家具屋さんに作っていただいた造作家具になります。ではこちらの扉開けていきたいと思います。はい、こちら扉開けてみました。ざっくりこう分けて入れてるかなと思いますが、まずこちらはマグカップ類ですね。それで上も手が届きます。揚げ物の鍋と、あとはこのボールですね。プラスチックの軽いので上でも大丈夫です。それから真ん中、これはですね、水切りかご。一つだけ使っていましたが、最近やっぱりもう一つある方がいいと思って、もう一つ設置しました。はい、水切りかごね。食洗機に入らないものとか、鍋とか。はい、で、上は、ちょっとケーキの型など置いていますね。ここにコーヒー、の紙のフィルターを置いていたり、はい、ここは朝食で使うお皿とか、あとこれはお汁物の、はい、カップですね。ちょっとずれまして、はい、ここだけちょっと下まであるので使いやすいところなんですよね。ここに結構もうよく使うお皿は入れています。平皿たり、ちょっと大きめなお皿で、一番上はこれキッチンペーパーを置いています。今はこんな感じが使いやすいかなという感じですね。それからこちらがお茶碗と小皿とカトラリーと、ここにもコップがあります。そばチョコや、こっちにもマグカップありますね。で、ここは娘の食器ですね。な感じで入れています。では、近くで見ていきます。ここにはよく使うコップ類ですね。ここの横が、はい、冷蔵庫なので、冷蔵庫からお茶を取って汲んでみたいな感じの流れが、はい、スムーズですね。はい、このアデリアのグラスや、イッタラの、はい、コップ、これはダブルボールグラスですね。それからマリメッコの、はい、マグカップ、これもイッタラですね。これは美濃焼和陶園さん、これはムーミンですね。これもアデリアの足つきのグラス、これは福岡県の新東星白石さんのそばチョコ、これはボダムのダブルボールグラス、あとマグカップ、これはパフェグラスとかお茶を入れるのとか、これは倉敷ガラスですね。あとザルやボールですね。こんな感じで収納しています。それで我が家は開き戸なので、奥のものが取り出しにくいんですよね。なのでこの収納の蓋をこういう風にトレイにして、はい、奥のものも取り出しやすくしました。じゃないとよいしょよいしょって手がね、なかなか入りにくいんですよね。はい、こうすることによって奥のものも使いやすいです。ではコップつながりでいきますと、はい、ここ前は私ここにお化粧道具を入れていましたが、まあ、そんなにお化粧道具も、はい、もうシンプルなものでたくさんないなと思ってコップにしました。そうすると、はい、大好きなマグカップとかがしっかり入りました。取り出しやすいですしね。はい、こんな感じで、はい、そばチョコ、マグカップ、はい、置いています。これは美濃焼和陶園さんですね。ここは戸部焼雲石窯さんですね。ここ全部そうですねはい、それからこれはイッタラですね。で、娘はもうね、小学校5年生でだいぶ背が高くなったので、もう上の辺も届くようになったんですが、ちっちゃい頃は届かないので、もうで一番端っこで取り出しやすいということで、ここが娘の、はい、食器コーナーにしています。これは百
100均で買った割れないものですね。お友達が来た時とかね、こういう風にコップ使ったりとかしています。それから、はい、こちらは、はい、箸置きやあとカトラリーですね。こんな感じで収納しています。で、小皿はこんな感じですね。で、ここには、はい、お茶碗しまうようになって、とっても使いやすいですね。ここはいろいろ小皿系とかやって、お茶碗はね、ここのあたりに置いていたんですが、ここに炊飯器があるので、ここからっていう感じで、とっても動線がスムーズになって、はい、使いやすいです。それから、はい、こちら真ん中のところですが、我が家はよく作り置きをして、スープやお味噌汁などももうこういうあの器に入れておくんですよね。だからスープカップもありますが、普通にこういうのはもうマグカップですね。これはなんか紅茶カップだったりするのかな、はい、こういうのに入れるので結構数があるかもしれないですね。はい、でコーヒーのこのフィルターは、フィルター紙、はい、ここに置いています。これは100均のなんか お皿を立てるものなのかな、はい、使いやすいのでこんな風に使っています。で、水切りかごですね。で、結構こう深さ奥まであるので、あまり使わないけれどもちょっと使うものっていうのを奥の辺に収納すると結構入ります。はい、こんな感じで、これ可愛いんですよね。パーン、食パン皿、はい、716っていうところのね、はい、お皿です。これは、はい、創作工房立花窯さんの、はい、器です。これはおにぎり皿ですね。これは光線窯ですね、はい、で、ここが本当によく使うお皿、やっぱこう取り出しやすくしまいやすいというところですね。で、一番上、いろいろなんか迷走しましたが、今はこのキッチンペーパーが、はい、いいなということで、なので結構上までびっしりありますが、結構まんべんなく使っているかなと思います。で、まあ使えるように工夫しておいたりとか、あとしまいやすい、取り出しやすい、しまいやすいが大事ですよね。はい、いろいろ試行錯誤しながらこんな風に今は落ち着いています。私ホームセンターでちょっとね、細いのがあると思うんですね。これはもともとあったものかな。2つぐらい追加でホームセンターで購入しましたね。この長さ測ったら、ホームセンターでそのまま売ってる棚だと思って、はい、2枚追加しました。やっぱりこういろんな種類を重ねてしまうと取り出しにくいし、しまいにくいので、はい、同じ種類で重ねて、それで使ってっていうのがいいですよね。ちょっとたくさん持ってるかなと思いますが、もう私と夫の趣味でもありますし、毎日お気に入りの器を使うとワクワクもしますので、はい、器は少しずつ、はい、お気に入りのものを集めて使っています。それではこの炊飯器の下、こっちにも、はい、器を入れているんですが、はい、ここはラーメン鉢とかこういう感じですね。ここもね、いろいろこうこの中のものを迷走しましたが、今これに落ち着きましたね。物の見直し、断捨離、捨て活も、もうその都度その都度やってきて、やっぱりよく使うものって限られてますよね。で、我が家はこの電気圧力鍋リネポットがすごく使いやすいんですよね。料理も失敗しないし、美味しいし。なので、もうこれよく使うし、この、はい、ハリオのコーヒードリッパーも
よく使うので、ここに落ち着きました。一番やっぱ取り出しやすいですしね。で、よく使うフライパン類ですね。で、リデポットのコードもここに置いています。ここ、ちょっとごちゃごちゃかな。はい。これはこんな感じですね。ここもちょっと片付けてないけど大丈夫かな。はい。ここも、置いてあるものはもう変わらないですね。この位置で。はい。だいぶもう落ち着きましたね。ここ、ラップ類。それ、パスタ。はい。あまり使わないけど使うものはここですね。よく使うのは、ここに入れているんですけどね。はい。で、お茶ですね。麦茶。あと、油とお酒類ですね。で、蓋はここに置いてます。それからここ、はい、これはこんな感じですね。あ、そうだそうだ、大きいお皿、大皿はここに立ててしまっていますね。それから割り箸とかストロー、あと外出時に持っていくタンブラーとか水筒ですね。あと電子レンジに使うのとか、はい、こんな感じで、これは排水口のネット。もうこれね、もう永遠と出てくるんじゃないかぐらい、もう私はあると安心するっていうか、こう毎日1枚は使うし、よくこうね使うときは2枚使うので、もうしっかりギュギュギュと入れて入れています。もともとこれなんかゴミ箱だったのかなみたいなのにも、はい、入れていますね。それで、我が家はここね、卓上ゴミ箱。これニトリで購入しました。があるので、はい。もうこういう風にナイロン袋とかね、取っ手付きの、こういうのをギュギュッと、はい、白い、これは100均か、あ、これ100均ですね。のに、ぐるぐるっとして入れています。あとレシピ本もね、ここに入れておくといいですね。はい。こんな感じでやっています。はい。それから作り置きの容器は、ここに、保存容器はここに入れています。今結構もう作り置きで冷蔵庫の中使っているので、こんな感じですね。前は蓋をして入れていましたが、これはね、もうちょっと大きくて一つだけなので蓋はしていますが、蓋をしてしまっておくと蓋を外すという手間があるので、蓋はこう別にしました。それでこんな風に入れていますね。こちら小スペースですが、家事デスクを、はい、設けているので何かと便利です。メイクしますし、この下にドライヤーを置いているんですよね。もうコンセントも挿しています。なので毎日ここで、はい、髪を乾かしたりセットしたりできます。それで家電をご紹介しますと、これはレコルトの、はい、コーヒードリッパーですね。これすごく我が家で大活躍の、はい、ノンフライオーブンシェフです。これこういうドーム型で、サイズもそんなに大きくないんですが、その分、すごくね、短時間で、どのパンだったり、お惣菜だったり、お肉もですね、短時間でとっても美味しく仕上がります。もうこれが来てから、ちょっと我が家の食卓が変わったなという感じですね。フライドポテトとかハッシュポテトも冷凍のものを買って、もうこれでノンフライなので、はい、入れてボタンを押すだけで大丈夫です。だいたい15分ぐらいですかね。冷凍のも一回多分もう油で揚げてますよね。それをやっぱり油でもう一回揚げると、やっぱり油物をね、朝から使うのはなかなか大変だし、はい、ノンフライなので、べちゃべちゃせずに食べられるので、とってもいいです。パンも美味しいですしね。ケーキも、美味しく焼けます。で、こちらは、象印のエブリノです。これね、そうそう、こういう、ここに、ごちゃごちゃしないような感じで、よく考えられてるな、という感じですね。いろいろこうね、オートメニューというか、あるんですけど、でもなかなか、もう、あんまり使わないですね。覚えちゃったりして、もうポンポンって押すので、これは良かったかなと思います。
ね、結構見えるし、あのスッキリがいいので性能もよく、あの見た目もシンプルでということで、はい、こちらゾウジェルシエブリの、はい、使っています。これは羽合木の、はい、ケトルですね。これもすごく早くあの湯が沸いて、はい、もう注ぎもねとってもいいし、はい、気に入ってます。それからお茶は我が家はあのもう夜間を手放してもこのケトルで沸かしてエネット OK な、容器に入れてお茶を作っています。なのでこれ大きいあのケトルいいんですよね。ティファールのもので、これはネット限定だったと思います。 Amazon で購入しました。1リットル 1.5 リットル沸かせますね。あ、 1.5 リットルですね。それで炊飯器は象印の塩分炊きです。我が家は家電が全部黒ですね。はい、黒にするか白にするか迷いますよね。はい、我が家は今のところ黒にしています。はい、こんな感じですね。で、あのキッチンの下、ここはあえてオープンにしました。椅子を置いたり、ちょっとあの置くかなと思ったので、はい、あの良かったなと思います。収納が減りますが、はい、やっぱりオープンなところって、はい、必要かなと思って、はい、で、あのミニ扇風機あるんですけど、お風呂上がりってもう夏冬問わず暑いですよね。私は暑いです。なので、あとお化粧する時もなんか汗かいてたりするとやりにくいですよね。だから年中ね、ここのミニ扇風機置いています。便利です。それから、はい、冷蔵庫は我が家はこれパナソニックですね。はい、できるだけこう見た目がシンプルなものという感じで選びました。はい、掃除機はこれはミンドですね。で、水を入れて、はい、あの水拭きもできます。もちろん普通に掃除機もかけられます。コードレスですね。これはジーターといって、あの漢字式で開くゴミ箱です。で、これはニトリかな。で、ここに置くものとかも、はい、白い容器なの。まあ、いろんなところで購入して、100均だったり、はい。もうこれは、ドラッグストアだったりしますかね。はい、こんな感じで、なるべく色の氾濫がないようにと思って、はい、揃えています。これは木箱の松原楽天市場で購入したハーフティッシュケースですね。便利で、こちらとこちら2つ持っています。という感じでキッチンツアーしてみました。あ、一つ開けてないとこありますね。ちょっとごちゃついてるかもしれませんが、ここ開き戸があります。ここには、はい、半月盆とか、あと、水切りですね、お野菜の。あと、ラップのストック。あと、これは羽合木のハンドブレンダー。それから、これはホットサンドメーカー。という感じで、ここら辺もあの、いろいろ迷走しましたが、本当にあの、使うものだけ置けて、はい、取り出しやすくしまいやすくっていう感じに落ち着きましたね。ここにあの引き出しみたいな置いていった時期もありますが、あ、この棚も一つね、そうだそうだ、追加で多分ホームセンターで買いましたね。こう一個だけ棚があって2段だったんですけれども、1段増やしてこんな風にしました。やっぱり棚が多いのはいいですね。あと可動棚、絶対可動棚ですね私本当にこうなんかこう、あの、隙間収納みたいなのが好きなんですよね。はい。便利に使っています。いろいろね、やっぱりあの、こうでもない、ああでもないって感じでね、あの、瞑想期間もね、いろいろありましたが、今はこんな感じで落ち着きました。